どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は前々から、やると言っていた GSP600 のレビュー動画撮りたいと思います。で今日はね GSP500 の方も用意したんで、そっちとのね比較もしながらちょっとね説明したいと思います。GSP600 はそうですね、今 Amazon で、3万かからないぐらいの、約3万円の、かなりちょっとお高いかもしれないんですけど、ゲーミングヘッドセットです。はい、じゃあまず僕が普段使っている GSP600 から、説明しようと思います。GSP600 は密閉型ですね。本当周りの音が入らない、構造になってます。ここのパッドの部分も、素材がかなりサラサラしてるんですけど、つけると耳に本当にフィットして周りの音が本当入らないって感じですね。で低音がよく聞こえる、構造になってます。足音は基本 FPS において足音は低音なので、こっちの方が足音は、しっかり聞こえると思います。つけてみるとこんな感じです。すごく特徴的な部分があって、やっぱり皆さんこう締め付けの強さだったりが気になると思うんですけど、ここもかなり実際すごく動くのと、さらに、GSP シリーズはここで着圧が変えられます。自分のお好みの、締め付けの設定ができます。僕は普段これぐらいの、着圧にしてますね。僕は普段メガネもつけてるんですけど、僕的にはこれが一番ベストです。で次にマイクですね。マイクが本当にこれがすごく性能が良くて、本当放送レベルのマイクって言われてます。で僕もオフライン大会でこのマイクね、もちろん使用したんですけど、オフラインはすごく実況の音だったり、観客の声だったり、すごいいろんな声がね入っちゃうんですけど、本当に試合の時はチームメイトの声しか聞こえなかったので、本当に素晴らしかったと思います。これは俺の声は入ってるよね、俺の声は、セット側の部分、ああ大丈夫だね、これトラミが綺麗に入ってる、俺もドリームめっちゃ綺麗に入ってる。で特徴的なのがこのマイクを上に上げるとオフになって、下げるとオンになります。聞こえるかはちょっと分かんないんですけど、ちょっとねカチャって音がしますね。でヘッドセットの音量調整もここで右側のこの丸で変えられます。本当にこれをねくるくる回すだけで調整できるんで、すごい直感的に簡単に音量調整できますね。次に、GSP500 開放型になります。こっちは、その後に開放型で音がねあまりこもらない構造になってます。なのでゆったりねゲームをしたい方はこっちがいいと思います。こちらはどっちかっていうと高音がよく聞こえるヘッドセットですね。外観も、600とはちょっとだけ違います。ここが網目状になってたり、とこの丸の部分のデザインがちょっとだけ違いますね。この GSP600 と500も、どちらもオーディオアンプがね、あった方がもちろんいいんですけど、基本どのオーディオアンプともこれは相性がいいです。ゼンハイザーさんから出ているオーディオアンプももちろんあるし、COD プレイヤーであのアストロのねアンプ使ってる人が多いと思うんですけど、
まあ、これらは全部アストロのアンプとの相性はもちろんいいので全然安心してください。あー横もいるわ。まだヒットヒットヒット、正面いった正面いった。ナイスナイスナイス、リガスガス。おーあーおおおはい、じゃあ GSP600 と500のレビューでした。またね、ちょっと気になることあったらぜひコメント欄にお願いします。それとこの2つのヘッドセットのねリンクも概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてください。というわけで、最後まで見てくれた方ありがとうございます。また次の動画で、お会いしましょう。お疲れ様です。ですけどアストロのアンプとも相性はもちろんいいので全然テンハイザーのアンプじゃなくても大丈夫です。ちょっと早いですね。ちょっと早いですね。ゆっくりだったら全然トラッキングができますね。音が鳴らないと待って、あ、すごい全然違う喋りと。うん、解放型。工事が止まらない。Drinking too young, way too much fun out in the sun.